こんにちは、俳優の石上亮です。今回の目的地は旦過市場です。なんか美味しいものありそうですね。楽しみです。あ、ちなみに北九州は漫画の街だそうです。カナッペ1個ください。食べます？食べれます？あ、ありがとう。はい、いただきます。はい、こちら小倉かまぼこさんで買ったカナッペという練り物です。ちょっと不思議な形しますね。食べてみましょう。1個、ちなみにこんなに大きくて150円です。いただきます。不思議な食感、外がサクッとしてるんですよ、練り製品だと。揚げてるんですかね、外サクで、中には人参とか野菜がちょっと入ってますね。魚と野菜のすり身かな。めちゃくちゃうまい。酒が欲しくなります。ありがとうございます。あと20のお返し。はい、いただきます。大丈夫です。はい、です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、小倉小笠原藩伝承の江戸時代からある北九州の郷土料理ぬか炊きを食べてみようと思います。いただきます。イワシですね。イワシのぬか炊き。あのね、味噌の味で炊いてあるような感じ。イワシと味噌、缶詰にあるような感じ。
すごい美味しい。飯が欲しくなりますね。骨まで柔らかくて全部食べられちゃいますもん。うまい。飯欲しいな。イワシ丸ごと1匹です。これで230円、安い、おすすめ。最後はスイーツということで、森下フルーツさんのプリンパフェです。いやー美味しそう。450円。ソフトクリームめっちゃうまい。プリンもいただきます。締めにぴったり。